昔、海辺の小さな村に浦島太郎という心の優しい若者が住んでいました。毎日海へ出かけてはたくさんの魚を取って、年取った父さん母さんと幸せに暮らしていました。年取った父さん母さん、なんでおじいちゃんおばあちゃんじゃないんだろう。はあ、そういうことか。保険益ってことですかね。はあ、伏線か。ある日のこと、太郎がいつものように浜辺に行くと、子供たちが亀をつついたり叩いたりし、亀、これ伏線だ。亀つついたり叩いたりしたら、静かにしてもらっていいですか。すいません、すいません。太郎は小さいんだって、子供たちに声をかけました。お金をあげるから、その亀を私に譲っておくれ。お金って、お金で亀、すいません、まず、ちょっと、すいません、ちょっと、これからは人に捕まらないように気をつけるんだよ。太郎はそう言って亀を海に逃がしてやりました。亀は嬉しそうに太郎を振り返り振り返り、海の中、帰っていきました。